名護町。名護町は、かつて、沖縄県、復帰前は、琉球政府国神郡にあった町で、現在の名護市中心部及び南西部にあたる。1908年の当初町村制で名護村となった後、あと、1924年に町に昇格。1946年に、町北西部を、矢部村として分離。1970年に、矢部村、羽地村、久し村。 矢ヶ島村と合併、名護市となり消滅、町役所を上がり絵に置かれた。もともとは名、名護切りで1673年に太平洋側の東海岸を、久し間切り、後の久し村、現在の名護市と東村として分離、1896年の軍区制で国上軍に編入、1908年4月1日の当初町村政志向で名護村となった後、 1924年2月1日に町に昇格した。明治以降は沖縄本島北部、いわゆるヤンバル地域の政治、経済の中心地として発展し、県都である那覇市と名護港との間に海上交通が結ばれていたことで、ヤンバル各地との移動の中地ともなった。20世紀には那覇との間に県道、現在の国道58号が開通し、 陸上交通の拠点にもなった。主な産業は農業や林業だが、やんばるの中核であったことから、商業や運輸業も盛んだった。また、日本本土や海外への出稼ぎや移住も多かったという。沖縄戦では中南部ほど大きな被害を受けなかったものの、住民は山奥での避難を余儀なくされた。戦後は復興を早く進めるため、町北西部の藪部、 うムサ、山の葉、アンナ、朝日川、中山、山の集落を、ヤブ村として分離した。戦後は、ヤンバルの中心地として、さらに発展し、琉球政府の出先機関が、町内に置かれた他市街地を中心に、住宅や商店が立ち並ぶようになった。また、1957年には、沖縄のビール会社である、オリオンビールの工場も上がりエに置かれた。道路は、 那覇市とを結ぶ一号線を中心に整備された。1960年代から北部、ヤンバルの中核としての機能をさらに強化するため、周辺の村との合併が本格化。そして1970年8月1日、戦後一時は分離した、ヤブ村、久志村、羽地村、ヤガジ村の4、村と合併、名護市が発足し、50年近く続いた名護町が、 消滅した。町役所は合併後、名護市役所として利用され、1981年に、現在の港一丁目に移転後建物は、名護物館となり、現在も利用されている。合併後はさらに北部の中核都市として機能が高まり、1975年の海洋博覧会を機に、道路網の整備が進み、同年5月に、沖縄で、初めての高速道路、法令上は、 有料道路扱いで正式に高速道路なのは、那覇まで延長した1987年からとなる沖縄自動車道が巨大石川間に開通したほか、かつてカーブが多く交通の難所だった名古屋な曲がりのあった国道58号も沖縄自動車道開通と同時に在の4車線道路に整備され、当時県道だった上がりへ宮里間はバイパスとして整備された。 1987年に国道58号に編入。1980年代になると国道58号を中心に整備され、1986年には市街地を避ける名護バイパスが全線開通し、以降名護井北のヤンバル各地へはこの道路を経由するようになった。また、市役所、警察署、消防署が国道沿いに移転したほか、新たに 市民会館やスポーツ施設が完成した。さらに、手付け数だった大北も土地開発され、住宅が建ち始めた他市内の高校も相次いで移転、開校した。1987年には国体開催を前に沖縄自動車道が那覇まで開通し、これまで2時間半から3時間かかっていた那覇市への所要時間が分以下の1時間余りで行けるようになり、 物流輸送の面で大きなプラスとなった。翌年には那覇空港とを結ぶ高速バスの運行も開始した。1990年代になると看護学校や北部地区では初めての大学となる明王大学がビーマタに開学。付近には学生向けのアパートも立ち始めたほか、宮里、大北、ためまたの国道58号沿いには大型スーパーや、 商業施設が相次いで進出し、中南部の都市と変わらない街へと大きく変貌した。また女村に近いブセナ地区にはリゾートホテルが立ち並び始めたほか、最近では名護市街地にも都市型ビジネスホテルが立つようになった。旧名護町域の主な産業は次第に商業、観光業の第三次産業へと移った。しかしかしかつての市街地では空洞化も出始め、 空き店舗も出てきた。2000年には主要国首脳会議、サミットの首脳級会議が、ブ瀬ナ先のバンコク診療館で開催され、国内外で注目を浴びた。また報道の拠点となる、プレスセンターは、名護市民会館周辺に、仮設の県が建設されたほか、向かいの21世紀の森体育館や屋内、運動場も使用された。カフェテリアに使用された建材は2001年に、 市内東海岸の旧、久志村の豊原に設置された国際海洋環境情報センター、独立行政法人海洋研究開発機構の外部機関に再利用された。現在の名護市の総人口の過半数、沖縄本島北部12市町村、伊江村、伊勢名村、伊平屋村も含むの総人口の約1、4が旧町内に集中しており、 名護市街地と他のヤンバル地域の格差が大きくなのが懸念される。道路路線バス沖縄本島北部各地や那覇中部各方面の路線バスはすべて宮里の名護バスターミナルを発着市街地経由で各地へ向かう。那覇中部方面の一部の路線を除きすべて琉球バス交通沖縄バスの共同運行となっている高速バスはさらに那覇バス 東洋バスも加わり4社共同運行となる。また、学校の峠工事に合わせて、大北にある、高校通りを経由する。名古屋バスターミナルはかつて、名護十字路、県道71号と84号が交わる、交差点に琉球バス、現、琉球バス交通と沖縄バスが別々にあった、バスセンターを1958年に、港一丁目の県道沿いに通した。 その後1970年代後半に港2丁目の国道沿いに移転した後、1980年代半ばに現在の宮里に移転した。また、沖縄自動車道が那覇まで延伸後に開設した高速バスは最初、城の駐車場に発着していたが、後にバスターミナル発着となった。学校教育以外の施設。 国の機関を沖縄県の機関、名護市の機関その他の公共機関。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。